皆さんこんばんは、えー、平日の夜という状況にもかかわらず <coughs> ありがとうございます,、えーっとですね、今日は、えー、中村文明さんの「お金でなく人のご縁ででっかく生きろ」という、えー、テーマで、えー、人間力みたいなところを、えー、テーマに話していただきます。 えー、あ、申し遅れました、えー。主催の株式会社トリプルダブルの成田大輔と申します。よろしくお願いします。<laughs> えっとこの間四、えー、月の二十二日に、えー、飛び出せ日本という、えー、イベントをやったんですけども、そちらにいらしたぞっていう方っていらっしゃいますか。おお、結構いらっしゃいますね。あ、ありがとうございます。えっ、ー、とこの間の えー、この間映像は撮らなかったんですけども、えー、マイクの音音だけ録音しておきましたでそれを、えーまあ、音源としてお渡ししようかなと思ったんですけどあの途中あのロニーっていう男の子のしゃべりのところはずっと無音であのパワーポイントのスライドが流れてたんで無音の音源を渡すの悪いなと思ってあれを全部画像でスライドにして、えー、と見れるような、えー、映像を作りました。 <laughs> ね、えっとで実は仙台の、えー、講演会を黒船さんがあの映像として撮ってて、えっと、一応 DVD にする予定なんであの公に公開することはできないということであの限定公開で YouTube にアップしてありますで今回のチラシの中に、えー、っと入ってますんで QR コードか URL 直打ちかで URL 直打ちがめんどくさいぞっていう方はあの僕の 会社のメールアドレスがそのチラシに書いてあるんで、えー、限定公開の URL くれってあのメールくれればですねお送りしますんで、えー、ぜひ皆さんでなんか共有してもらえればいいかなと思いますあのそれを売ったりとかしないでくださいね今日の、えー、ちょっと注意事項ですねあの携帯電話、えー、音が鳴らないように、えー、注意してください、えー、あとは えー、地震とかね、なんか震災があったときには、えっと、4箇所、非常口がありますのでそちらから係、えー、の指示に従って冷静に、えー、退出していただければと思いますあと、まあ、写真撮影とかはあのーまあ、常識の範囲内でやっていただいてフェイスブックとかブログとかあのソーシャルメディアに投稿というのは全然 OK なんで今日あったことをアウトプットしてみてください。じゃああのー ここにいる半分ぐらいの方が前もやったんですけども、えー、聞く方のです、ねえー、姿勢というか、えー、体勢があることでですねあの講師の方がものすごいテンション上がって喋ってくださるので、えー、ちょっと聞くときの練習をしたいなと思ってます、えー、なんかあの面白い話をしてたらですねうんうんと分かりますあの首が取れるぐらいうんうんとでこれやるとですね実は講師の方すごい見てるんですよ あの人首取れるぐらい話してるなーってあの見てくれてなんか自分に向けて話してくれるんでぜひやってみてくださいじゃあみんなで練習しますせーのうんうん完璧ですねありがとうございますあとおーって思ったらおおいきますよせーのおお完璧です <laughs> これ前も同じことやったんですけどねはいじゃあ最後はあの拍手の練習ですね 拍手はえっ、ー、とぴったり手を合わせるよりもちょっと右手をずらすとかするとですねいい音がバチンと鳴りますんでじゃあ拍手の練習、えー、いきます拍手小さく大きくありがとうございますじゃあ講演会スタートですじゃあ、えー、拍手でよろしくお願いします こんにちはなんかこういいですね、なんかこう小さな芝居小屋みたいな感じで、で、またこの椅子、あ、つライトでかな、もうちょっとこっちのライト、暗くはならんですかえ、サウナ状態になりそうで、はい、えー、まあ、成田さんのですね、あの、いきなりからなんかうんうんさせられたりですね <laughs> えらい、あの、まあ人間力のような話をしようかなと思うんですけど。あの 知っててくれいいる方が多いですか、ね、あのもうなんかこの間のイベントもなんかたくさん来ていただいてたみたいであの初めてだっていう人はどれぐらいいらっしゃいますか僕のことあ大勢なんですねあそうですか一から自己紹介をしてるとちょっと自己紹介で終わってく可能性があってですね、あのーまあちょっと ね、あの人はまあ誰しも仕事のことで、えー、悩んだり人間関係で悩んだり、えー、ご家族の子育てのなんかいろんなことで、えーこうね、それぞれにいろんなものがあるかなと思うんですけど僕はおかげさんでなんですけどあの若い時にですねあのこの東京に、まあ、18で高校卒業と同時にこっちに来た一旦たん出てきたんですけど、まあ、たまたまの、まあ、焼き鳥屋さんで。 こうたまたま隣同士に座った人の出会いからですね、もう僕はその時本当に衝撃を受けてですね、あのー、まあし、まあ、てくれてる方は耳にタコできてるかもしれませんけど、まあ高校の時にあのー、もう禁身処分ばっかくらっててですね、で勉強一つもせずにですね、ちょっと脱いでいいですか？五十肩なんですよ。肩がいまいち。 であの夢もないし目標も見つかりませんしなんか自分はどんなふうにこう生きていくのかなとかですねなんかどういう職業に就けばなんか幸せになれるのかなとかですねあまりにも世界が広すぎてで僕もっと何にも分かってなくてだけどなんとなくこう周りのみんなが。 1こう一つでもいい学校に行けば幸せになれるのかなとかちょっとでも大きい会社に入れば安心して暮らしていけんのかなとか何かそういうことをこう高校生ぐらいの頃ずいぶんこう考えてですねだけどあの僕はちょっと兄がだいぶ変わった男で、まあ、兄は夢みたいなものを見つけてですねで、えー、まあ超一流のすごい有名なカメラマンの先生のところにもう高校時代に何回も足しげく通って。 で弟子にしてくれるまで僕は通い続けるみたいなそんなことを言っててですねでも本当にしつこいぐらいに通ううちにまあこんな根性のあるやつ今時おるんかとでこんな素直な子ならなんか伸びしろはいくらでもあるだろうっていうふうにまあ認められてですねそれでまあ兄はそうやってカメラマンになっていくっていうようなそういう世界にまあ兄は進んでいったんですで僕それを中学の時に見ててですね なんかあこうやって何かを見つけてる人はすごいなと思ったんですよねで親の反対も全部押し切ってですよで親父と大喧嘩しながら家飛び出していった時のなんかその兄貴のあの迷いのない表情というかあの背中というかですねなんかそういうのあの目の当たりにした時にこういうものに巡り会える人はいいけど実は大半が巡り会うことができずに何となくこう大きな。 流流にされていきながら生ですねで僕なんか取り柄がありませんし頭が悪かったんでですねでも勉強がそもそも嫌いだったんでですね資格取れるわけでなしどう生きていくんかななんて思ってた時にまあだけどその兄をちょっと尊敬してたんであの、まあ、卒業と同時にあの僕も半分喧嘩しながらあの家飛び出しましてでこの東京来たんです。だけどににも棒にも棒かからなくてですねで、まあ、昼間は あの工事現場で土木作業員やってで夕方からはドーナツチェーン店でフレンチクルーラーばっかり言いながら販売店員やっててですね何やってんのかな俺みたいな感じでですねもう空回りをというテーマで絵を描いたら俺の顔になるなぐらいに思うぐらい毎日毎日空回っとったんですよね。 もうなんか自分の中ででスイッチが入るんですよねとにかくバンバンスイッチ入ってでなんか根拠のない自信なんですけどこの人とだったらなんかすごい面白い人生作れるなって思えてきてですねでその方まあ借金だらけで事業に失敗されてですよで借金いっぱい背負いながらあの軽トラで八百屋さんやってる人やったんですけど僕まさか軽トラの八百屋さんに就職するとは思いもしなかったんですけどでも。 あまりの魅力についてったんですよねでその時に普通ねなんか就職活動って大体給料で左右されたり会社の大きさで左右されたりなんか世間体で左右されたりする人たち多いと思うんですけど僕もそうだったんですよ給料なんぼくれるか10年後20年後安心した人生暮らせるかとか周りのみんながどう噂すっかなとかみたいなその3つのなんかこうとらわれてるものがあったんですけれど。 あの時初めてなんかこの人みたいになりたいと思ってですね,でねこの人みたいな男になりたいってそう思った時なんかお給料とか世間体の物差しなんかなんか吹っ飛んでしまってですねで気づいたら一緒にまあ八百屋さん手伝ってでもそこからいろんなことを教わったがおかげでですけどあの六本木に飲食店まあねホルモン焼き屋の大将が首吊って自殺してる物件ですけどねあの 金な,い金なかったんで安い物件ばっかり探してたら自殺物件ばっかり出てくるんですよ、まあ、その中で最もマシかなと思う自殺物件をチョイスしましてですねほんでまあそこから1店舗目から始まったけどなんとあのど素人集団が5店舗作りましてそこから、まあ、六本木に4店舗と西麻布に1店舗だったんですけどで株式会社を自分たちで作った時にもうめっちゃ不思議だったんです僕。 安ざに大変だったのにだって僕高校の時地元で就職一応考えてたんですけど全落ちだったんですまあ謹慎5回食らってるしそのうち2回警察だ汰になってたんでもう内申書最悪でしたからもう面接するまでもなく落とされてたんですだけど思いましたね自分たちで作るんって紙切れ1枚なんやと思ってですねだって法務局提出するだけですよね 頭茶髪だろうがひげ生やしてようが下駄履いてようがですよ関係ありませんよね過去の経歴なんか全くあとはどんだけ人を喜ばせてどんだけ皆さんに必要としてもらえることを考えて作るかじゃないですか仕事なんて与えられるより自分たちで作っていけばいいんだっていう感覚で会社作った時もたまらなく僕幸せでですねでこんな若い俺たちでもできるんやなと思ったらまあ二十その時まだ1だったですけど 師匠からもうまさかでしたけど僕21でなんか自分の事業を始めてですねで、えー、まあ、やがてまあそれもちっちゃな飲食店から三重県帰ってですねでまたこれもまた不思議なことにその時見つけた僕の独立記念の物件っていうのがまた布団屋さんが首吊ってる物件だったんですけどなんかこう縁があるんです自殺物件にやたらですね。で,でそっから 僕自分で独立してでも毎日人がこうして手振ってですよ「中村お前に会いに来とんねん俺は」って言ってね「お前と喋りとうて来てんねん」って言いながら毎日外までお客さんあふれるほどお客さん来てくれて毎日ですよでその時世間からはまあ水商売みたいな風に言われましたけどだけど現実問題僕本当に850万の借金あの21の時7ヶ月で返したんです。でその時 ね、世の中がどんな物差しで俺のことを見るかわからんけどこうやって人に好かれて人から愛されるって仕事通してこんなおもろいことなんかなと思ってですねで、まあ、翌年22歳の時にはもうあの毎日こう人があふれるもんですからあの道挟んだ向かいに2店舗目出すようになってですねで言ってたらあの「ブライダルをやれ」ってみんなから言われるようになってで気づいたらですけど、まあ、26の時あの。 調子こいてですね土地工程で3階建ての吹き抜けの建物建てて2億3000万も借金して26で「お前絶対無理じゃ」ってみんなから言われたんですけど田んぼの真ん中に作ったブライダルレストランがここからブレイクしましてですねそれでまあ2億3000万って莫大なお金だったんですけど僕9年目に返しきったんですほんま25年返済の予定でしたけど9年目で返せた時ああかずっと。 学校に行ってる頃の学力で比べられてたあの時期となんか仕事するようになってからは圧倒的に人間力やと思ったんですよね。ねあんたのとこで働きたいんだとか中村さんみたいになりたいから従業員になりたいんだとか僕の家の玄関の外で土下座してるやつとかたまにいるんですよね。でね給料いららんから働かか働てくれとかね。 でね、そういうわけにはいかんけどでもそんなやつらばっかりが従業員になったら大変な会社になりますよ。ね、だって10時間でも15時間でも喜んで仕事するんですみんな。で俺らね金のために働いてるの違うからっていうそんなんばっかりで会社運営したらめっちゃ楽しいですよ。本当に。でも根元は何かっつったら、 戦闘機って旗振ってるそいつからこう放たれるもんじゃないんかな僕はあの焼き鳥屋さんで吸い込まれていくほどに魅力を感じたあの師匠がまさにそういう人だったんで僕はなんかそういうことをなんか真似してるところがなんかあったかなと思うんですけどだったらたまたまね頼まれて18で軽トラで八百屋やってたアンポンタンがですねたった8年後にそんな2億もかけたレストランをもう繁盛店にしてるみたいなそれを。 なんかこう聞きたい聞きたいっつってですねなんかあんたどうって生きてきたからそうなったんかとかねなんでそんなどん底からそんな風に変身したんかっつってこう言われると僕師匠から教えてもらったことぐらいしか言えなくてですねでもそのことをまあ,ある横井さんという人に「いや僕ねほんま師匠から子供でもできるようなことを教えてもらって」っつってこう話してたら「それや!」言うて横井さんえらい興奮してきて中村君悪いけどな俺ら大阪で。 1> 月1経営者集めて勉強会やってんねんとで、悪いけどお前その体験談ねそのまんま講演してくれ言って頼まれたんですよ。で僕29歳だったんですけどえっ、ー、ってっ一時一瞬になりましてね。で 俺が講演すするんですかって「大阪みたいな大都会のねバリバリの社長さんたちの前で2時間しゃべんの俺が」みたいな「嘘でしょ」って言ってねやったこともねえし恥ずかしいし緊張するし受けへんかったら嫌やし勘弁してくださいよみたいに言ってた時に師匠の顔思い浮かんだんです僕の人生を変えた一言がその時つぶやかれてるようでですね 僕,僕の自分の人生に変わった本当に大きな一言「頼まれ事は試され事」っていうのがありましてですねこれは師匠の薫陶の一つなんですけど人から物を頼まれた時世の中の大半の人は大体めんどくさいと思うって鬱陶しい邪魔くせえと思うってだからできない理由一生懸命説明してほとんどの人断りながら生きてるんだってだからチャンスの目が開いてこないんだってだから世の中の大半の人とね逆のことせえやんかって だから僕たちはものを頼まれるとね頼まれながらねニヤ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 笑ってですね「お手あい試してますねあなた僕を試してらっしゃいますね俺のこと」って「よしあんたの予測上回ることやったるからまあ見といてや」ってそう思いながら頼まれた時はチャンスだと思って人の予測上回ることやれっていうこれが僕18の時一番最初に教えてもらったことなんです。 だって考えたら仕事って人を喜ばせることですよねそう思いま、ね、なんか皆さんもいろんなお仕事されてると思うけどなんか仕事をなさりその作業をなさりでそれが、ね、ものづくりしてる人や、ね、体の治療とかをするお医者さんとかいろんな人いはると思うんです。そうだけど喜んでもらってるところは続いてますよね。でも喜ばれなくなったら淘汰されていきますよね。ほらクリーニング屋さんでも豆腐屋さんでもお医者さんでも全部そうですよ。 ね、喜ばれてなかったらみん,な潰れていくんですよねなんで僕本当学校なんかね資格取るだとかなんとかでえ学校行くだとかっていうことよりもが緊張の頃かないかに人を喜ばせるかぐらいの授業をやればいいのにっていつもそう僕思うんですけどだけどなんかねもまさにもの頼まれた時これほど人を喜ばせられやすいタイミングはないんでですね。で僕そそののことねその 演頼まれたときに師匠の顔を思い浮かんでここや分岐点ほとんどの人ができない理由ずっと説明してしまいに断るってそしたらね人生変わんないですよねで断ってる人はねあんとき断ったから私の人生良くなってないんだろうななんて後から思い返すこともしないでしょ忘れてしまいますからだけど引き受けてる人間はそこがよく分かるんですよねで僕は自分でその時にあ ここでこんなやったこともねいし恥ずかしいし緊張するしって言うてるからあかんのんよってここでね恥かいたところで経験さ自分の一生の中で大勢の前で2時間しゃべるなんてなかなかやりとってもできへんこんなことと思ったんで僕途中でねすいません 横井さんごちゃ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 僕みっともない話をしましたけどやらしてもらいますわって引き受けますわその公演ってどんぐらい緊張するのかやってみるっつって翌月大阪でしゃべったらダーンと受けたんですそしたら記録用に録音されてたテープがそこからその時いらっしゃった方々ダビングしてほしいって皆がおっしゃったらしくてもうどんどん広がってったらこれがもう日本国内にとどまらず世界にまで広がってしまったんですなんで僕はねえ まあ、あの最初の年はなんか大阪ばっかり10か所ぐらいこれでまた電話かけてくる人がねみんなねもう卑怯なんですよ、中村さん断らないらしいですねって言いながらかけてくるんですよ <laughs> 頼まれごとは試されごとで聞きましたぜテープで言うてあんだけ言うてる人断られへんわな言うてでもうちの会社来てくれってこれで言うてくるんですよね。ね僕断ららへんからいいっすよ言って わしなーえて社長が言うんですよその運送屋の社長でしたけどねわしなーって借金してまで会社作って今何十人って従業員をおってもねうちの社員のみんなね営業のやつらはね出てかけてったら何してるか分からんとか経理のもらはどうたらこうたらって同じ仲間なのに。 みんな仲間同士で悪口言うちゃ仕事終わった後の酒飲みの席ではね上司の悪口言うてってしながらなんか金のため生活のためだけのいろんなこと辛抱しながら仕事してるそれが顔に出てる社員の顔を見ててわしあんたやないけど先頭で旗振ってて情けのうて涙出てくるんにあってだけどあんたが言うその頼まれ事は試され事ってこれね従業員同士なんかやってもすごいいいですよ。 だってねスタッフ同士従業員同士が「悪いけどこれこれ頼めるかえ中村」って言ってきた時に「任せろ」って「試されことさ」って「あんたの予測上回ることやったるわ」ってそうやって社員同士喜ばせ合えばありがとうだらけの会社になりますよねで僕ねででで僕全部ががっってていくと思ってるんです、ね、会社で従業員同士がね。 なんであ、ね、お,お客さん来るからお茶くんでくれってただそれだけのことで不機嫌になってる人いっぱいいますよね私は着組バみアかみたいな自分でやれやほんま腹立つわ言うてなんか我が権利みたいなばっかり主張しすぎるような世の中になんかなってきてますけど僕なんか若い時ねえ その軽トラから始まって飲食店5店舗もできてそこそこ立派な事務所出来上がってってした時なんか「中村ちょっと今日なこんなお客さん来るんや」って師匠がね「お前お客さん来たらなお茶,くめお茶入れろよ」って言われてんで「任せてください最高のお茶入れますわ」とか言ってね冬の寒い時ですよでお客さん寒い寒い言いながら入ってきたで僕師匠から目合わせてきたんで「分かってますお茶もう準備できてます」って超熱いお茶作っておまけにだいぶ前から。 ぱの,の中にこんな枝みたいな入ってますやんお茶の葉の中あの枝みたいなやつのね半分だけぽちょって水たまりというかこの水一粒のあれに浸しといてあったんですよだから片方だけ重くなってて片方乾いてる枝を出来上がったお茶にほり込むと茶柱が立つんですよほんで僕ねお客さんねさぶいさぶいて抵こすりながらだったんでこのお茶で温まってくださいお風邪ひかんようにですねって言いながらもあお客さんなんか茶柱立ってますよこのお茶とかです ほん、ね、この久しぶりに見たわとかなんか言いながらお客さんのテンション上がるんですよねで上がってるその顔見て「よっしゃー」お茶いっぱいやけど援護射撃できたかもしれんなんて思って社長との話が盛り上がってるなんかそんなんをカーテンの隅から見て喜んでましたもん。 なんで私が茶入れなあかんのかって思いながら茶入れる人と「いやっしゃ!」と思いながらお茶組んでるやつじゃ仕事が楽しさ変わってきますよね。で僕ら知らんうちにそれが当たり前になるように育てられたんですね。なんでなんんでか お茶みいっぱいでもねやれることいくらでもあるってこう思ってですねそう思うと1日204回頼まれごとが来るなんて師匠よ言ってたんですけどでも考えたら家庭生活にもこれ連動していきまして嫁はんからふっと頼まれることを面倒くせえと思ってる人はね喧嘩ばっかりしてますわ本当に本当に例えばあんたね会社出かけるついでで悪いけどゴミ捨てばゴミ捨ててからが会社行ってとかって言われるだけで。 めんどくせえ自分でやれやほんまってそんな顔する旦那さんいますよねあんたシャワー浴びにくっついて,て悪いけどお風呂の湯船ちょいちょいとでえから掃除しといて言われた時にお前仕事から帰ってきた瞬間風呂掃除ってなんやねんみたいなことお前一日中打ちよってなしょったんならってこうって言い出したら喧嘩になりますよね頼まれ事って実はもろ刃の剣で人間関係の、ね、めんどくせえと思う人ねしょっちゅう人とぶつかってしょっちゅう喧嘩してるますわそやけど 風呂掃除やっといて」って言われた時に「おや奥様試してますね」って湯船、ね、眠れるぐらいやったろうかと思いながらやったってください後から奥さんね「あんな綺麗なお風呂見たことないわー」言うて喜んでね抱きついて俺言ってきますよ。ね出かけるついでてすまんけどゴミ捨てばゴミ捨ててからって任せろってお前近所のゴミも集めとけやぐらい言うたってください。もう何この頼みやすい人と思ったら嫁はん旦那の言うこと何でも聞いてくれるようになりますよ。 そしたら夫婦の間もありがとうだらけになっていきますそしたらそこのうちに生まれて育つ子供ね人の喜ぶことばっかりしますわ本当にだけどね 着物いっぱいがめんどくせえと思って会社の中で「おもんねえおもんねえ」っつって人の悪いとこばっか探してる癖ついてると会社行くのおもんないになってくる上司の顔見んの嫌になってくるそうすると仕事全体楽しくなくなってくると夕方一番ちょうど今ぐらいがゴールデンタイムですかねなんかそこら辺の居酒屋でもやってる人いっぱいいると思いますよ縦膝立てながらとりあえずビールに枝豆食いながらね「おい今日の営業会議どう思うの?」言ってやってる人今このリアルタイムに今いっぱいいますわ。 ね、あのハゲ茶瓶の部長がなあんなこと言うけどお前やってられんでこの不景気にのう言うてあいつもあいつらでこうでああでこうでって仲間の悪口言うてんや言うて酒飲みながらうさばらししてね家帰るとねみんな猫背ですで家に帰って「ただいま」って帰った瞬間に可愛い息子迎えに来るんです玄関まででもその息子の前で「ただいま」って帰った後にねはあ疲れたって毎日帰るんです。 毎日毎日父親がねああ疲れたああ疲れた言いながら帰ってきてみてください小さな子供はどんな子供でもね大人になんてなりたくない大人になって仕事したら大変なことが待ってるんだろうなっていうのを親父から毎日英才教育受けてるんですよ。 ああ疲れたああ疲れたで帰ってきて飲みたりんかったら缶ビール飲みながら「ちょっと聞いてくれや」言うて嫁はん相手に何喋るか居酒屋で喋ってたあのできない理由の復讐とまとめを嫁はんに喋るんですよこの噛み砕かれた愚痴がこの子どものスーパーコンピューターに毎日入力されていくんですこの子ども小学校行くようになった時ちょっとうまいことでいかんかったら100%人のせいにしますよだって親父に習ってるんですもん毎晩毎晩 うまいこといかんかったら人のせいにしとけうまいこといかんかったら世の中の不景気のせいにしとけって自分が頑張っってててて超ええいくんだよっては教えてないですよね,ねなんで僕もう全部子どもの未来にまでつながっていくってなんでその実はねこの間来られてた来ていただいた方々はね見ていただいたと思うんですけど。あのー 僕は自分の子供たちを小さい頃からあんまりこう否定はしたことがなくてですねいやお前なら絶対できるって絶対お前は天才やからっつって僕3人の息子天才だ天才だってずっと言いながら大きいしてきたんですけどでも今になって本当思うのは子育てがこんな楽しいもんやとは知らんかったです本当にだって子供たちが僕の想像を超えていくようなチャレンジをしていくんですどん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 。 まあ長男もまあ中学時代からもニュージーランドに行ってですねで今自分で縁を作ってあのトライアスロン今本気でやっててまあちょっと今度の東京オリンピック彼は本気で目指してるんで僕は多分出るんじゃないかなと思ってるんですけど多分まあ今,今年の11月にいよいよニュージーから帰ってきたらあのトライアスロンの元オールジャパンの監督と僕もつながっといてあるんであの息子を預かってくれと。 でもとにかくオリンピック出,す出させてもらう,もうスーパートレーニングをもうあなたに託しますから言えたら「中村さんあんたの息子やから俺がね責任持って育て上げる」って言ってくれてるんであの僕も行けるんじゃねえかなと思ってるんですけどですけど次男もこの間あのそのイベントにちょっと立たせた後に、えー、これも外国行きましたけどだけど何にも不安持たずに行ってるんです。 大丈夫お父さん俺は天才だからって、ね、根拠のない自信ってすごいですよねろくに英語もしゃべれなくても大丈夫大丈夫やればできるからって、ね、あの第一歩ってすごいと思うんですだってやれる実力はあるのにねやらない人の方が圧倒的多いですよねやって失敗したら怖いやって傷つくの嫌みたいなだけど ね、やってみたらなんとかなるなるで長男もね入児行って次男も行ってで上はオ,オリンピック目指しねでちょっと年離れて小学校6年生の三男坊いますけどこれもこの間言ってましたよお父さんあの上の兄も次の兄も、まあ、まあまああの人ら頑張ってんなみたいなねでもなお父さんでも絶対覚えといてやーって言うからなんやねんって言ったらね一番すごいのは俺やからなって言ってくるんですよ。 「お前何ですごくなるねん」言ったら「いやちょっとそれが何ですごくなるか分からんけどあの2人には負ける気がせん」って「絶対俺が一番すごい男になったるから」はもうその6年生の時点のあの何気ない一言でもう私の子育てもうほぼ終わったってで「頑張れ」とかね「ちゃんとしな」とかね「ああせねえいけんこうせねえいけん」って言うことがないんやって。 だって俺天才やから絶対うまくいくから」なんって思い込んでるんですもんねなんで兄ちゃんの2人がニュージーランド行って俺も後と大手ニュージーじゃ思んねえからお父さん「俺はな中国行くかもしれへんで」とかなんか言ってますわんそれからね、うん「お前の人生が好きにしたらええさ」って「どこへでも行きゃいいと思ってんでお父さん」ってしたら「ほんま何でもやるで俺は」って言ってますよねだけど僕 あの時師匠に出会っていろんな自分でも授業をやってで気づいたらなんですけど僕嫁はんとねだってそのちっちゃな頼まれ事をいつも喜ばせたることやってるからそれからいつも向こうもこうなんかしてくれてでいつもねありがとうありがとうって言ってられるだらそれ見て子どもたちは本当にのびのびとすくすくと大きくなっていってるんで。 僕正直子育ての悩みがゼロなんですよ。で夫婦間の悩みゼロなんですよ。でこの間ゴールでついこの間のゴールデンウィークもね ももう私も寂しいわ上2人おらへんになっっててってだけど何にも電話してきませんしこっちからも何にも電話してませんしであとこの3番目のこの子だけってでもこの子も中学出たら多分どっかへ掘り出されるんやろって言うから多分な」っ <laughs> て「あと4年や私この子とおれるの」って言ってでも4年住んだら俺がお前のことな日本中連れて歩いたる。 公園行ってなんとかでとかいう時いろんなねおいしいもん食べに温泉入ってうまいもん食ってさで海外から公演以来も年に23回は来るんで,でそんなたんびにはいろんなとこつったるわあえてしたら「そやなー」って二人で言ったんですよ「俺ね世の中の誰,より誰と一緒にいるよりお前と一緒におるんがね一番僕は楽なんです」で。一番一一番緒緒にい、ね、いいい一緒にいいいいいてて気兼ねもせせんんででしお互喜ば合う 本当に楽なんですよねずっと二人きりでいられる4年後が楽しみやよなっていうような話ゴールデンウィークにできてること自体ものすごい自分は幸せを感じるんですよ、ね、ほんでおかげさんでなんかこうやってねってるような仕事してるんですけどまあ本業はねなんか伊勢かでレストランやったり他ちょっと引きこもり集めて北海道と沖縄で農業やってたり何か訳のわからんこといろいろしてますけどですけど。 まあお金にもあんま困ってなくてですねで毎日芸者さんのごとく、ね、えあいい仕事ですよ講演家やってみません皆さんも。 ああこんな長い時間僕の話を誰一人邪魔もなさらずですね笑うとこ笑うてくれて泣くとこ泣いてくれて手叩たく時はこんな高いとこで拍手してくれてほいでね「ありがとうございました勇気がもらえました」とかってみんなに言ってもらって「また会いに行きます」とかって会いに来てくれてほいで僕こうやって喋って交通費出してもらってホテル取ってもらって後でうまいもん食わしてもらってもう芸者みたいなもんですよ。 本当ですよもう昨日も北九州でしゃべってて今日はここでしゃべってますけど明日横浜明後日渋谷その次どこやったかなその次どこ行くたかな <laughs> もうちょっとさあ,あんま先のこと覚えてませんけど来週はなんかあの長崎の壱岐してます壱岐対馬ってありますよねあの壱岐湯島に来来週週か再来週行くんですもう僕名だたる島もほとんど全部行ってますからねえだって。 レブン島とか利リ尻リ島とか行ったことありますあの稚内の上にある奥尻島佐渡島佐渡島なんかもう67回行ってますよねで、島根の沖ノの島か津島今回壱岐でしょ五島列島種子島屋久島奄美大島徳之島喜界島沖の選ぶもう言い出したらもう終わらないですよ本当にもうこんな一生の間にこんな隅々まででそのたんびに友達作ってですねで、僕 いい仕事に巡り合ったなでもきっかけは頼まれたことを引き受けただけですよ。あの時の時ランチタイムで断っててたら皆さんとも巡り合ってないんです。なんで僕は生き方はね大半の子どもたちは大人から散々プレッシャーかけられて親や先生から「お前の夢は何だお前の目標は何だ」わ分かるか」ってそんなもんね10歳や15歳の子どもらに分かるわけないじゃないですか。ね自分の知ってる範囲の中からしか出てこないですよ。 ちちっちゃいいい子はいいですよアンパンマンになりたいとかねでもあれ本気で言ってるんだと思うんですでもアンパンマンはおらんなって気づくんですよね途中からほんでやがて大人からあんまり聞かれるうちに「僕の夢はお医者さんかな」とか「僕の夢はパイロットかな」って親の顔色気遣いながら嘘ついてる子どもたちがいっぱいいるんですよ正直な話僕だって小学校6年の時「パイロット」って書きましたもんだから先生喜んでましたよ「お前大きい夢持っとるやないか」言うてねああ 気をつっっててて嘘いいいかたた思ましたもん本当、ね、ちっちゃい時から夢はなんだ目標は何だって分からんっててそれがね出てくる人も一部はいますよ。僕はお父さんみたいな医者になる僕はお父さんみたいな税理士になるってお父さんが幸せそうにしてたら子供は背中を追いますよね。だけど そうじじゃゃなななかかかったら分かんないじゃないですかだけど僕はね師匠から目標を見つけてたどり着くっていう目標達成型人生はお前には向いてないって夢がまずないんだからって。 だからお前はね人のご縁を大事にしていく生き方を巡り合う人巡り合う人をね徹底的に喜ばせていけてもうどんな小さな出会いもその後繋がっていくかなって思うぐらい会う人会う人に好きになってもらうようなそういう風な生き方はお茶いっぱい汲んでくれからね喜ばせれるやろうってね悪いけどお前自販機行ってジュース買うてきてくれって言われたら普通のもんは文句言いながら買いに行くの走って買いに行って汗だくになって「はぁはぁ言いながら「私待たた」 ってってくるだけでもんやお前って言われますもんもうちっちゃなことで人に喜んでもらいながらそうするとやがてなお前には役割が与えられるって昔はそうでした日本あの昔の水戸黄門とか銭形平次とかの時代劇見てて思いません俺の夢はなこれこれすることなんだよみたいなセリフ聞いたことないと思うんです昔は「 みんなね子供の頃から「おめえ足が速えな」って「おめえみたいな身の軽いやつはねトビにでもなるといいんだよ」「お前みたいなやつは大工にでもなるといいんだよ」こんな頭領いるから紹介してやるよ」って昔はほとんど全部コネだったんです。 みんなその子の特徴を大人たちが見抜いて「お前みたいなね計算の早い子はこういうことするといい」「お前みたいに手先の器用な子はこういうことするといい」って言って実は親や周りの大人たちがその子の能力を背中についてる才能をみんなが関わることを深くして見つけてくれたんですよで。お前みたいなやつはこうするといいんだよ。お前みたいなやつはこうするといいんだよ」ってこうやって与えられてきたんです。 でそれは目標達成型よりも与えられた役割を生きる人生でしょこれ天命追求型って言うんですけど僕なんかまさに「だから頼まれたことを無限にすなと」とそれを試されてると思ってやれなんで僕も「ブライダルお前絶対向いてる」って言われてブライダルやったらブレイクしてでたまたま横井さんから講演頼まれて引き受けたらやっぱ横井さん僕のしゃべる才能を見抜いてくれてたんですよ。 だって1年目は大阪ばかり10カ所でしたけど、翌年ダビング大合戦のこの草の根運動が京都から神戸まで範囲広がりまして、年間30カ所電話がでてきて、で全部行って、翌年80、翌年170、翌年270、その翌年の6年目の35歳の時、僕年間312カ所回って、あれから14年、300オーバーずっとやってるんです。でももそれも日々 喜んでもらってるからなんじゃないかなって喜んでくれてるから聞いてくれてる人の中でね中村さん悪いけどうちの PTA のね集まりのところに来てほしいんや言うてだって中村さん断らないんですよねって言いながら今でもそうやって電話がかかってくるんですよね。そううやってしてしるんんでででもう終わらなないですよねなんで ね、そんな職業に僕はつけるなんて思ってなかったです講演家っていうのは職業で生きていけるなんて思ってもいなかっただけど僕気づいたら自分で未来を決めるより他人さんから与えられたという天命追求型人生っていうのを自分は生きるようになれたなってでも考えて振り返った時になんかあんなに脳みそツルツル天でアホでどうしようもなかったね普通の枠にはまれんかったやつがなんか逆にこう。 なんかちょっと突拍子もないことをいろいろとこうやらせてもらえるようになれたんでなんか歓元もしたいなっていう思いもあってですねで、まあ北海道と沖縄の石垣島で農業をやってるっていうのは引きこもりばっかり集めて農業をやってるんですけどこうリストカットするような若者今いっぱいいますわもう死にかけて死のうとしてる若い子いっぱいいますよ今もうその子たちにもう頼むから。 ちょっっととまとまってくれと「お前誰と比べて悩んどんねん」って、ね「お前同級生に勝つために生きとるわけじゃねえやろ」言うてね絶対お前の背中にはお前にしかできひんもんが必ずあるって俺が責任持ってお前の何か特徴を見つけたるってそしてお前が輝く世界を他人と比べる必要もねえし会社の大きい小さいなんか関係ないから。 お前ががが笑いななら生きることが一番大事なんやつってですねなんかそんなことをなんか気づかさせてやりたいと思ってまあ夏は北海道で,で冬はまあ石垣島なんでね比べられてた例えばこんな東京の上空をね飛行機でピヨーと行くわけですよ。あのコンクリートだらけのね枠の中で苦しんでたそんな子たちがねもう北海道のもう すすごいですよもう畑もでかいからもう東京ドーム何個か入るような畑があるんですもうね毎日口すさんでしまいますよ果てしないみたいな感じです <laughs> もう裸になってもうね裸足になってねもう雨降ってきてももう OK ね雨降ってみんな野菜たちが喜んでるっていやーって雨降ることがものすごく嬉しく感じますからでドローンコなって農業やってで秋冬になった 石垣島でしょ目の前の海で今晩のおかず毎日釣ってますもんカゴ仕掛けたら蚊に毎晩入るんですよもう魚なんぼでも釣れて冬でも短パン T シャツあああの都会で比べられてたあの時期俺何だったんだろうって一遍ぶっ飛んでみろってぶっ飛んだところから過去の自分見てみてこんなちっちゃなことで悩んでたこと気づかさせたるって。 ね、一生のうちで1年ぐらい遊んだっていいだろっつってで僕まあそんなとっぴょうしもないことを経験させたり今異性でやってるレストランはあの障害者の人たちがメインで働いてくれてるあの今は17人頑張ってくれてますけど、ね、脳性麻痺とか知的障害とか耳聞こえないとか転換があるとかこう骨が曲がったそんな病気とかいっぱいいますけどそんなみんなが三重県の、ね、田舎の限界集落のじいちゃんばあちゃんたちにいろんなもの作ってもらってそれ ね、お料理にしてバイイキングでですすよよビュッフェスタイルですよあのいちいちおしぼり持ってたりいちいちメニュー取ったりするのちょっとアスペルガーとかいろいろおるから大変なんででもアスペルガーとかはでも逆に ADHD とかああいう子たちは普通の健常者が想像しないようなアイデアポーン出してきますからねもうこれが面白い面白い知っっててます世界三大アスペルガーって知ってます Facebook を作ったザッカーバーグはアスペルガーですからねあのビル・ゲイツもアスペルガーマイクロソフトを作ったあとスティーブ・ジョブズもアスペルガーですからエジソンは ADHD だったんですよ、ね、障害者って言われてる人たちが実は健常者では出せないようなアイデアとかもうね僕この間出会ったカレンダーボーイっていうやつすごかったですもんもうねカレンダー全部頭入ってるんですもうだいぶ昔からだいぶ未来までだってね僕ああ そしたらさお前カレンダーみんな頭入ってんねんたら俺1969年の1月18日生まれやねんけど俺生まれた日って何曜日やったんって聞いた瞬間土曜日ですって言ってましたその日はね中村さん三重県伊勢市はね午前中雨降ってましたけど午後から晴れたんですよってどんな頭しとんねんお前って感じですでもそれ以外のこと何もできない漢字は何も書けないんですよだけど数字に関して天才的ですもんじゃあ2086年の12月5日は何曜日って金曜日です すごいなお前ってでもそういうやつがとってもないアイデア出してくれたりしてくれるねそんなみんながねそれこそ僕は国にもちゃんと障害者福祉施設としての認可もきちっと取ってるんで国からもきっちり助成金もらってますよでそれ全部障害者に分配してなおかつ超繁盛店なんで今ランチタイムしかできてないんですけどランチタイムだけでこのゴールデンウィークなんか160人とか入るんです。ランチだけですよ ね、少なくても140人は入りますでその人たちが障害者のみんなを応援したくってまた会いに来る「あんたたちすごいわー」言うてで「うちの知り合い親戚にもダウン症の子がおるから」って、ね「中学卒業したらうち来ればいいさ」って、ね「そんなみんなが増えてくれば店舗も増やしゃいい」ってで「僕の日本中にいる友達たちにみんなもそんな店日本中で作ってくれや」って「その代わりにねどうやってやれば繁盛店作れるかのノウハウをみんな干せたるから」って「それって言ってね 仲間広げたら障害者のみんなが活躍できる場所増えるってまあそう思って今やってるんですけどだけどなんか気づいたらなんかそんな僕の姿見てあの息子たちもなんかほんとね俺本当に自分の人生でこう意味のあることをねやってみたいんだっつってこうそれ真ん中に置いてね生きててくれてるんで僕ほん 本当に悩みがなくてですねだからまあ何にもあんま考えることないんでうんなんかさっきもちょっと前まで昼寝を3時間もしてしまいましてですね <laughs> 本晩寝れんだろうなと思ってるんですけど本当ねやることなくてで会社もみんな頑張ってくれてるんで誰も僕に電話もかけてきません。で56泊57日とか出てる間会社から1本も電話かかってこないんでですよ楽でいいですよ。 もう通帳も何も全部スタッフに渡してもうみんなやっといてもう決算も全部やってくれますし僕の,あの,なんすかあの確定申告とかも僕の知らんうちに全部やってくれてますもんねありがたいなと思って嫁と喧嘩はせんでいいし子供もらはつらつとねもう羽ばたいていくし、ね、でそしてみんなが日本中で呼んでくれるしだけど僕そんな,なんか師匠はね金持ち人生より人持ち人生って いかに幸せを感じるかいかに幸せをかみしめる生き方を生きるかって人と比べる必要はないっつって教えてもらったことを僕振り返ってみたら。 今、まあ、公園でねずっとこう日本中広がりましたねでそんなん十何年もやってきてただ自然発生的になんですけど中村さんの一発もんのね一回こっきり、まあ、今日でもそうですけど1時間半僕今日喋るだけなんであのほんまこれほっといてもらったら僕このまま24時間休憩なしで喋り続ける自信あるんです本当に。 本当ですよ、まあ、しっこぐらいさせてもらわなあかんかもしれんけどけどね24時間ぐらいやったらノンストップでこの勢いでずーっと喋り続けられるぐらいネタいっぱいあるんですよ。前ね14時間半っていうのはやったことあるんですでもあの時、まあ、朝の6時になって一晩中やってですねで朝の6時にみんなそろそろ会社行かない感じことになってもう急きょ終わらせましたけど全然物足りんかったですもんね。でそれが78年前なんであれからネタまだまだ増えましたからいつか24時間耐久レースとかやってみたいんで ですけどでもそんぐらいネタいっぱい作ってきたそんなものを僕なりにこうかみ砕いて僕なりにこれプログラム的にしていったらですねあのまあその一発もんの講演会よりもねもっとその。 こう中村文明に近づきたいみたいに言ってくれる人たちがこう増えてきてですねで中村さんみたいな子育てしてみたいとか,なんかそんなの言ってくれる人いっぱいおってですねなんでこの後は塾みたいなことをしようかいうことになってたまたまなんですけどご縁塾っていうのが始まってですねまたこれが 毎年のようにこうどんどんやっていくうちにそれの地方バージョンやってほしい言われてれでまあ始まりは鳥取の米子というところのあのご縁塾の塾生卒業生が仕切りでその6回講座で,で頭と6回目は文明さん来てよって。でも文明さんが ここいいいつつのの話聞いてこいつの脳みそを切り売り売してくれみたいなんを間に4人講師で挟んでみたいな地方版作ろうよって米子が言い出したんで「いいよいいよ」って「僕はもう流されるまんまに生きてるからな」だから「やってほしい」言われたことは大概やるからって言ってそれで米子でやりだしたらそれを鹿児島でやるって言い始めてだ鹿児島が火ついてでしたらね「米子鹿児島から始まったら次どこやったかな 次あたりが東京やったかなどうやったかなあ兵庫とかかなでなんせ今16校あるんですよ全国に。札幌、仙台、東京、静岡、名古屋、兵庫、岡山、山口から山陰、北陸、北九州、熊本、宮崎、鹿児島で今度高知立ち上がって。 16個あるんですでそれは、まあ、一貫してなんですけど人間力をそれぞれの人間力をどう高めるか例えばですよあの、まあ、今日は半分その宣伝の講演会みたいなもんなんですよ、まあ、正直な話は。ね、こんなんねなんか隠し隠し遠回し言うてたらいやらしいかなと思うんでもズバッと言うなら宣伝なんです。だけど僕ねそんな 面白いい仲間日本中に作りたいんです正直でその人たちの周りにいる人たちにそうやってキラキラ輝いてく連中がなんかミニ中村文明をもっと日本中に増えてでそんな人たちがこう波紋のごとく周りになんか幸せな波長を広げてほしいなってもうテレビなんか見てたらもう,頭腐ってきそうになります、ね、皆さん朝から晩まで人の悪口だらけ、まあ、あんなん続けてたらね学校のいじめなんかなくなりませんって。 大人が週刊誌毎日毎日人の悪口山ほど書いてるあの週刊誌が腐るほど売れてるんです朝から晩までゴシップですよあんなんテレビでやってて学校でいじめをやめなさいなんてね大人がいじめやりまくっとるかなって僕毎日思うんでもう阪神戦のテレビ以外は見ないようにしてるんですけどですけどゴールデンウィークは大変でしたよ阪神タイガースご存知ですかもう球体例を逆転してってそんな話は東京でするべきじゃないですね ですけど何て言うか僕振り返ってみたら師匠から、ね「返事は0.2秒」とか「頼まれ事は試され事」「できない理由を言うな」とかってそういう子供でもできることをいろいろ教わってきたけどでもね具体的にやっぱり仕事する。 家庭生活を送るそんな中で僕人間力を高めるためのステップを自分なりに考えたんですねでその時にまあ第2講座はですねあのビリーさんと山下義弘っていう人が先生になって来てくれるんですけど聞聞くくっってていいううここととなんです聞くっていうこと僕たちは実は人の話を聞いてるようであんまり聞いてないんです。 ほとんど僕飲食店やっててよう思いましたよ女性同士の会話はほんま面白いですね一人がある程度しゃべるとね分かる分かる私も似た経験あるわ分かる分かるって人の話で横取りぶわってするんですほんでこの人しゃべりたりんからまだ途中でかぶってって話の取り合いして結論に至るまでに2時間半ぐらいかかってますよ片方が徹底的に聞けばいいのにうんほんでうんほんでってでどうなんもっと言ってもっと言ってって ね、僕、自分は徹底してあの服とかあんま買わない人なので、まあ、人それぞれなんで別にそんなこと参考にしてもらわなくていいんですけど僕はもう三越や高島屋に行っても欲しいものが全く売ってないんです。あの僕ねもうほとんど毎日こののサムエを着てて上下の これ1年にいっぺん、大体10月、11月頭かなに毎年新品をおろすんですよ。これ上下6800円なのやつ、通信販売で。で、6800円の新品を11月の頭におろしたら、365日のうちの355日ぐらい、これ来てるんです。毎日。それで3日に1回ぐらい、あちゃこちゃで洗濯、ホテルでしてるんですけど、それから、そんなに臭かったりはしませんよ。だけど これは, T シャツは大概ももももらいんもんんなでですすこれはめぐみの T シャツなんですけど「中村さん人の心に火つけてばっかりおるから火消しの T シャツ着といた方がいい」って言われて「なんかつけてばっかりおるからたまに火消した方がええよ」言うてこれ渡されてですねこの3枚セットでもらったんですけどもうくれるんですよ人が。 ま、T シャツ買わんでええしほいでこれ1年毎日で1年来たらなんか黒がちょっと白っぽくなってくるんであの1年来て捨ててなんで年間副代は6800円しかかかんないんですけどこれ若いとこからそうなんです僕も歩いてくる人が僕のこと見てどう思ってるかなんか気にしてないんですよあの人おしゃれってそんだけのことじゃないですか ね、それが僕の幸せと直結しませんよね全然だから人が僕を見,どう見てどう思うかなんか何にも気にしてないんでもう服なんかどうでもいいんですもう毎日同じ、ね、なんででも反面自分の可能性だけ広げたかったんで若い時から僕ねあの新幹線乗る時はいつもグリーン車で 窓側に座ってることを確認の上で通路側に座ってほいでねもう新幹線のグリーン車毎回ですよ若い時から貧乏してるくせにねその頃僕ほんま靴の先っちょもこう口開いてきてねほいで いよいよ靴かわしてほしかったんですけど師匠にある日の夜中にガムテープ巻かれたことありましてガムテープ巻いたまんまのスニーカー履きながらグリーン車乗るとね結構話しかけるの楽ですよこっちからしゃべりかけんくっても隣の人が「お兄さん グリーン車乗る前に靴こうたらどうや?」言うてね結構向こうから喋りかけてきてくれるんで喋りかけるのが苦手な人はこの靴の先っにガムテープ巻いといてからこっち側に足組むと結構向こうからチャンスくれるんでそういう方法もありなんですけどあとね荷物のせに行きがてなね上着の裾袖を持ちながらねジャケットとかやと袖持ちながら手を上げたら裾がふわっと広がるでしょ広がった裾をね横の人の顔にパタパタ当てるんですよ。 これ僕の考えた上着パタパタ作戦ってやつなんですけど人間って不思議とね「こんにちは」って喋りかけるとバリアー張ってくるんですよ。なあこいつ怪しいなと思われるんですよ。なんでバリアー張られないようにするためにアクシデントをわざと起こすんですよ。上着パタパタ顔にパタパタそら「あら何これ何これ」なこれってしますから「あごめんなさい僕の上着がパタパタと」みたいな話です。 それとか足のある位置確認しといて荷物乗せに引きがてら足を踏むとかねいろいろする開いた!」って言われた瞬間に「すいません!」って言いながらハンカチで靴拭きに行くとかすると「もういいからもういいから」って必ず向こうも喋ってくれるんでまあそんなちっちゃなアクシデントからその時僕ね徹底的に聞く訓練したんですもうね相づちは笑いますよ「すごいとなるほどと面白い」これをずっと言ってください一つ喋ってくれた時に「すごいすごいわ!」 いやすごいですねあなたいやすごいこれある程度の中年以降の男性はこれを言われると全員一コロなんですすごいねこすごいを連発した後には「なるほど」なんですよ「なるほど」「なるほど」って言いながらメモを取るんですこいつ本気で聞いてんなと思って喋ってくれますで最後のとどめが「面白い人ですね」「いやおもろいわ」ってこうやって言うと,このすと,なとお「ですのおなんです,すごいのスなるほどのな面白いですねのお」 この素直な相図値延々打てると延々喋りますで僕ど,どこまで聞くか知ってますこの人があるフレーズを喋るまで聞き続けるんですどんなフレーズか知ってますおい俺ばっかり喋ってるじゃないかとそろそろあんた君の話も聞かせてくれよって言われた瞬間にはいやっと許可を出してくれましたねと <laughs> 聞く姿勢ができたんですねっていうところから喋ると僕の言葉は全部この人の中に入るんです わかります。人間関係のね、営業の上手い人って知ってます。営業の上手な人は喋るんが上手いんじゃないんですよ。営業でね、成績上げる人は聞くのが上手いんですよ。で、君そろそろ。 ね、何しに今日来たんや」って言われるぐらい「なんか喋れや」って言われるまで聞き続けた時に相手が初めてて聞く気持ちになってるんですよでそこで重要なことを売りたいものそういうのを、ね、噛み砕いて説明すると全部聞いてくれって向こうのね相づちが僕の相づちオウム返しに移るんですよ聞き尽くすと。でね喋り始めると「へえすごいな」。 「あんんんたもすすごいやないじなななかかとかねるるるほどなーっっててて僕ののがでででそ時に人中ピン感こいつと縁があるかもしれん」ってあ「あこいつとは今日限りじゃないかもしれんな」っていうそういう感覚がお互いの中でピーンって芽生えるんですよで。でそうなってくるから人との出会いが点で終わるはずの出会いがご縁になってねまた会おうぜまた飯でも食わんかねだってお前面白えもん。 面白いんじゃないですよ聞いてくれるから会いたくなるんですよ聞いてくれる人とは人間はまた会いたくなるんですようしゃべる人間とは会いたいと思わないでしょ聞いてくれる人が居心地のいい人なんですその聞くというの例えばね子育てでもそうですよ、ね、お父さんお母さんのこと嫌いっていう子供いっぱいいますよねでもねおじいちゃんおばあちゃんのことが嫌いだっていう子供めったにいませんでしょなんでか知ってます延々聞いてくれるからなんですよ 今日は学校どうやったそうなほんでだやったあ誰誰くんとそうかいな面白かったそうかもっとしゃべれもっとしゃべれそうかそうかってもうじいちゃんばあちゃんはごちゃごちゃ言わないですもんねもう聞いてるだけで幸せなんです孫の話をでもお父さんとお母さんは聞かないです時間に余裕がないから心に余裕がないからあとにしてあとにしてって 設定いながらそのくせ自分が可愛がりたい時だけ可愛がりたいそして自分が指示命令あんたなそんなんじゃダメなんよこうせなかんああせなかんこうせなかんああせなかんっていう親の頭の中にある枠みたいな子供に押しつきまくるから子供は嫌になっていくんですでもじいちゃんばあちゃんはいっつも聞いてくれるから居心地いいんですよね。今ねこの引きこもりとかそれとかああいう系の人たち爆発的に増えてる一番の原因の一つね核家族化とも言われてるんです。 各家族が増えたから子供の居場所が家の中にないんですよ。でそう思うと僕もそうでしたもん子供の時じいちゃんばあちゃんと一緒に暮らしてたんで僕おかんに怒られたらいっつもじいちゃんとこ走りましたもんほんでじいちゃんの膝の中に入ってするとね「へへーじいちゃんのところまではおかん怒りに来られへんわ」ってまあじいちゃんは親父型のじいちゃんやったからじいちゃんがいつも「ねお前走ってまたお母ちゃんに怒られたんか何して怒られたんやそうかいなほんでほんで」って聞いてくれたんです。 でこうこうでほんまヒステリックやであのおかんはほんまにとかって言いながら僕の心のはけ口はおじいちゃんだったです。でも股の中にこの膝の中に入れる逃げ場所がなかったら家の中で布団かぶるんかお尻入,入るんか分かんないですけどそういう子どもたちが増えたのも引きこもりが増えた原因の大きな理由とも言われてるんですよ。なんで僕このビリーさんってねだからビリーさんはもっとうんうんって。 頷いてこれ成田さんは五円ぎ大学東京校の彼主催者なんでもう2回も3回もその話ね授業受けてますけどでも僕今しゃべってて皆さん聞いてくれてますよねですけどね聞いいいいててくれてるるかかかどうか判断できるの僕しかいないと思います多分皆さん聞いてくれてると思うんですお金払ってまで来てくれてるんでだけどね僕から見てああこの人聞いてくれてるわーって感じる人正直この中で78人しかいないんです。 ででかかかりますすうなずいいいてててくれるる人しか聞いてるよよに見えないんですよだってね目相手てこうしてるけど <laughs> 聞いてるかどうか分かんないですこっちから見てるとね聞こえて言ってるかもしれんけど聞いてくれてるアピールが少ないと俺の言葉届いてんのかなって不安になってくるんですよねだけどこれもね知らない間にあのこれは日本のね学校の教育システムですよ僕らいつの間にかね 聞いてるふりだけしてたらお利口さんっていう習慣の中で小中高を過ごしてきましたからこうね聞いてるだけでいいんですふりしてるだけでそれで先生はね満足してるんですよねでもうちの息子らが言ってるニュージーランドとかはね全然違いますよしょっちゅうこれについて日本人の君はどういう意見を持ってるかこういうことに対して日本人の君はどういうふうに感じるか正解も不正解もないよってでも日本人だったらどう思うっていうしょっちゅう 中聞かかれるからねもういっつも自分の意見を持っとかなかんってそう思いながら毎日の授業を受けてたら子どもの個性は伸びますわ大手る間違うてる関係なしに自分の意見を持つ癖だけはできるでも今の日本の子どもたち見ててどう思います金太郎飴ですよ考えてませんもん聞いてるふりだけしててだからどこ切っても一緒ですよねっ でこういうのはこっち行くぞって言ったらみんなでイエーイみたいになんか明治維新の時に強い軍隊をね命令一つで国が動かせるぐらいのそういう教育をするために明治維新政府がそういうい教育方法に変えたんです江戸時代までは侍は侍の生き様商人は商人の生き方農家は農家の生き方ってそれぞれあったし親の考えを押し付けられたんで江戸時代っていうのはものすごくみんな個性豊かだったんです。 でも、ね、明治を境に金太郎アにしたんですよ、うん。その方が個性を消した方がね国動かすのを操るのが楽になるからですよね。でもそれでまんまとそこへ見て第二次大戦で負けて GHQ の教育方針もそれもうアメリカに立てつかない日本にするために個性や個人の考えなんか考えさせない教育方法これにまんまと日本は乗っけられたんですよ。なんで僕は、ね、自分の意見を持ってだからら息子らもね ニュージーでもうお父さんすごいでってねアメリカの大統領トランプになった瞬間からもうみんなが世界中から留学生来ててイギリスの俺はねトランプ大統領になったことをこう感じてるって俺はこんな風な意見持ってる日本人の君はどう思う休憩時間の会話はねトランプの話で一時期ずっと盛り上がった今は北朝鮮の核問題だそうです。ね、LINE のの既読ががついいたのに返信が来ないとか 日本のの中高生の会話とはレベルが違いますよ全くそれは考えるという環境がないだけで、ね、日本の子どものことを僕は否定するわけじゃないですよか作ってる大人たちの環境の作り方が下手なんですよねだから個性が消えていってるんですよねなんで僕思うにそれをねもっともっとこう聞いてやることなんですよもっともっと聞いてあげて聞いてあげてそしてなんかね応援してやることなんじゃないのかなってなんで僕 で最終ビリーさんのね授業はほとんどみんなあの大きめのハンカチを大体持ってきてねっていつも第一講義で僕言うんですけどあの最後の最後は自分の心の心声を聞くっってていうところまであの持っていきまで持きすねだって僕たちはいろんなものと会話を交わしてますけど実際はねもっと深い対話をするべきなんですよ。 会話話話レベルじゃありませんよよ対対ですよ対話面と向かってもっと掘り下げてもっと掘り下げてもっと聞いてもっと聞いてもっと聞かれてもっと聞かれて掘り下げるうわっ面の会話じゃなしに対話、ね、他人との対話自然との対話とか異文化との対話そして一番大事なのは自分との対話ですよ自分自身とどれぐらい深く対話を交わしていって本当に自分のこのど真ん中が やりたいとと思ううことは何だろうか本当の俺自身の魂が何をやるためにこの世に生まれてきたんだろうかみたいなこと皆さん掘り下げて涙流しながら自分と会話したことないでしょう多分。でそこまで導かれたら涙止まらなくなります。これが第二講義でやっていただく対話力ですよね。僕は 師匠からいろんなベースは与えられましたけどその新幹線のグリーン車だったりカウンター挟んで目の前にいるお客さんたちはお酒飲んでたりするだからこそ本音をいいっっぱい言ってくれるんですよ、ね、男性と女性のいろんなひっついたり別れたりいろんなものの人生ドラマを僕たくさんカウンター越しに見てきてそれこそね中村さんに抱かれながら死にたいって言って僕の店の中で手首切った人もいるんですよ女の子で。 ねえこの子本当にすごいなんか悩んでてで僕いっつも聞いてあげてたんですよ。もっともっと奥底にあるんちゃうのって言ってちょっと飲んだ勢いで言うてみ」なんか言ってねほいです結局その子最後の最後ちょっとまあ彼女は病気でしたけどですけど最後の最後僕の店の中でまだね伊勢帰って1軒目のあのちっちゃな店ですよ布団屋さん首つったっちゅうその店でもうねある瞬間に「ブワーって音がしたんですよ。 チートビートチってね僕ね何事起こったか分かんなかった最初でもその子が手首切ってて僕カウンターぶわー乗り越えてそのまま手首ガー押さえてねとにかく車出してくれー言うてねそのまま病院運んで間一髪セーフでしたえーなんで助かりましたけどだけどねそこまででも。 聞くっていうことの大事さっていうのを僕本当に体感したんです、ね、なんでそんなことを皆さんにも経験してほしかったり第3講義がねまたキー,キーになるかと思いますけど今度はしゃべる言葉の力の方です言葉です僕たちは知らん間に否定語使いまくってるんですみんな否定語の中で大きくなってしまってるんでつい否定語が出てしまうんですよねあの例えばね僕この間のイベントでも言ったかなあの 僕その自分の子供たちがあのちっちゃい時にあのやのシルク・ド・ソレイユってあるじゃないですかあのすげえアクロバティックなサーカスのもとすげえようなあれを長男次男に小学生の頃見せてあげたんですよ見に行こか?」っ言ったら「イグイグ」言うからたらねもう感動して二人が「すげえなこの飛んだり跳ねたり」言うて喜んでした後にね「お父さんあの人だってさこれが仕事なん?」って言うから「そやで」言うて。 世の中仕事なんて星の数ほどあるからってもういろんな仕事があるからって言ったら「へえいいよなあ,あんなにトランポリンとかであんなに飛んだり跳ねたり楽しそうにこんなに大勢の人たち感動させてさ毎日あの人ら楽しいやろうなお金あれでもらえたら」ってうから「せやで」って言ってたら「もうエンターテインメントやこれ」って話してたら「お父さん俺大きいなったらさあれになってみたいわ」って言ってきたんですよ。そうなんか あれになりたたいのお前言ったらね、うん「だって俺こんなに心ときめいた初めてかもしれんっていうか俺だってさ体動かすの好きやし」とかって言うから「うんそうかもしれんお前向いてるかもしれんな」って僕子供に合わせて聞いてたそしたらね「俺大きいなったらなる」って言うんで「わかったじゃあお前が大きいね16歳17歳ぐらいになってやっぱり本当にシルク・とソレイユに俺になりたいってなった時はねもういっぺんお父さん言えよ」って。 お父さんな全国に友達結構たくさんおるんやってね誰かシルク・ド・ソレイユと個人的につながってるやつおれへんかまず探すとでそれでもしつながってるやつおれへんかったら心配すんなお父さんは新しい友達を作る天才やからねあの輪の中へ飛び込んでいって誰かと友達になってどうすればお前が仲間に加えてもらえるかという方法だけはお父さん責任持って聞いてきたるって言ったんですよその時の息子の目の輝き僕今でもよう忘れません目キラキラ キキラキラーって輝きましたよ「ほんま聞いてきてくれんのお父さん」って言うから「任せろ」って言ったら「イエーイ!」って言ったうちの子供が次の日学校にスキップしながら行く姿想像つきませんね子供が毎日学校にスキップしながら行かしてあげなきゃいけないんですよ。前の日に親と話しててワクワクしてたまらんぜっていうぐらいのお話をしてあげなきゃいけないんですよ親は。 ね、子供スキップしながら学校へ行くこの子の頭の中は何だと思います俺俺俺れれれるるるんんんだだできお父さんに協力してくれたらやれるぜってこう思いながらそんなことをガキんところから毎日聞いててください根拠のない自信が出来上がりますはっきり言ってでも普通の親何て言うか知ってます無意識のうちに普通の親はこう言いますよアホかって。 そうお前あれになるアホかえってあんなんなもっと体操選手とか特別身体能力高い人しか無理お前なんて逆上がりもろくにできへんのになれるわけないがなアいで頭の一つし芝くんです子供次の日スキップしますうなだれながら行きますよ俺には無理なんだ産んでくれた親が言ってるんやもん俺には無理なんだこんな言葉を何遍も何遍もガキの頃から繰り返し親はね悪いことしたと思ってませんよ 知らないだけなんですよ、言葉のエネルギーを。これを勉強してほしいんですよ。言葉のエネルギーを勉強してほしいんですよ。もうね、第3講座では、こんなプリント用紙に100の否定語が書いてありますわ。それを皆さんに、ね、受講生にはお渡しします。この否定語を肯定語に変換してください。10問解ける人いませんから、10分の1解けません。なぜか、否定語の中で大きくなってきてるからなんですよ。ね、なんで、だから、 ね、大事な大事なこの家の鍵をねお前なくすなよ絶対なくすなよ今日は学校から帰ってお父ちゃんお母ちゃんおれへんねんから絶対なくすな一1個しかないからって言いながら親渡しますよねなくしたらいかんなくしたらいかんなくしたらいかんって子供思いながら頭の中でなくしたらいかんなくしたらいかんなくしたらいかんなくすんですよなくすという言葉を聞いてしまってるんでイメージが残るんですなくさせない方法は言葉どう変えるかしてます大事に持っといてねってていいいね言えばいいんですよ 一番お前が大切なものを入れるポケットに大切にこの鍵持っといてよってこういうとねなくすっていう言葉は聞いてないんで大切にしょっちゅう確認するんですあ大事に大事に入ってるわってそう思いながら結果的になくさない落ちたらかん落ちたらね例えば受験落ちたらかん,、ねね、落,ちらかん落ちたらかんっていうことよりも ね、例えば野球ででもそうでしょ打てなかったらどうしよう打てなかったら監督に怒られる、ね、スタンドで応援してくれてるみんながね「何やねんあいつ」って残念があるかな打てなかったらどうしようと思いながらイメージが打てない打てないのイメージでバッターボックス立ってる子は、ね、あの野球見てて思いません高校野球ああこの子打てなかったらどうしようっていう顔で今立ってるなってでそういう子は打たないです。 だけどねよくぞここまでチャンスを作ってくれましたと2年半やってきた練習の全てをこの打席にぶつけたらってどっからでも放ってこいやーっていう顔でバッターボックス立ってる子いますよねあれって頭の中のイメージトレーニングができてるんですよそういう子は迷いなくダーン打ちますわもう人生何でもそう受験一つに立ち向かう心もそう仕事一つするのにできなかったらどうしよう そうや全てのイメージをね言葉を通してこれができたらこんなに幸せだろうなこれができたらこんな楽しいことあるんじゃないだろうかなってそういうことをたくさんたくさん想像できるような言葉を使って部下のね年下の部下のみんなの未来の可能性を会社の未来を子どもたちの未来を自分の人生の未来を自分のこの口から発する言葉でいかにこのイメージを変えていくかってでそういうことを 勉強してもらいたいたんですそして、ね、自分が幸せになりたかったらあの、ね、やっぱり人を光らせることだと思いますねやっぱりね。なんで第4講義は「プロデュース」っていうのがテーマですけどこれもねある時ねあのカトリー っって知って知ますあの社会人として大切なことはディズニーランドで全て、えー、教わったとかっていう超ベストセラーの本書いてる人ですけどまあ、過去に彼と一緒にいろんなこんなセミナーみたいなことを僕やったことあってある時ね質問ある人を言うたらこの中からあの僕そこそこの規模の会社で営業やってて結構僕営業自信持ってやってるんですけどなかなかその。 トップセールスマンにななれないってそれで香取さんちょっと相談あるんですけど僕トップセールスマンになっていくために何か秘訣ありますかね?」っつって聞いた時香取君なんて言ったと思いますええあんたトップセールスマンになりたいわけそしたら「君のな直属の上司っておるやろ?」ってその直属の上司をまずトップセールスマンに下から支えて直属の先輩を一番にまず輝かせてみてその次の年に「 君のことを輝かせるために頑張ってくれる仲間がいっぱい増えてくるわってそして堂々とキラッと輝く人生生きた方がいい今の君の話っぷり聞いてるとね俺が俺が俺側の言葉しか俺には聞こえてこないって俺が俺がって言ってる人は永遠にトップにはなれないよってだからいつも自分はまずこの人を光らせることで次に順番俺に待ってくんのかなっていうでそういう感覚を味わった方がいいよってもう僕これに集約されてんなって 本当思います。どれだけ人を幸せにできるかですよ。どれだけ人のために頑張れるか。ね、そして第5講義はね殻を破る、ね。これはまさに俺はこんなもんだろうっていうもう凝り固まったもんがみんなありますよね。ね私には無理私はそんなタイプじゃないしとかって言って勝手に決めつけてる自分の殻ですよね。これはもうねもうしょうがないと思います。長年のことですよ。そして、ね 今僕始まってからもう1時間15分喋ってるんですけどもううわーってずっと前向きなことばっかり言ってて大丈夫ですかきつくありません大丈夫ですかあの僕毎日こんなことばっかり言ってるででもねでもねきつい人の中に出てくるんですどんな人かもうねこっから見てても分かりますよ数人いますわほんのほんの数人今日はものすごく少ないなどんな人かってね胸の前にね否定のフィルターがかかってる人たちがいます何人かですほんの3人ぐらいですね今日は。 僕は全員の顔を見ながら全員の表情の移り変わりを全員見てるんですよね。あ今の言葉あの人の中に入った。あこの言葉あの人の中に入った。この人ちょっと否定的やったけど、お心開いてくれ始めた。でも、いまだに頑固に否定のフィルターかけ続けてくれてる人がいますわ。でも、その人のせいじゃありません。その人の親のせいです。その人の親の言葉のせいです。だから、その人間のせいじゃありませんね。なんで そのお三方はよかったら今日メリメリメリってその否のフィルター剥がして足元へ置いておいてくださいあとで僕はあのちゃんと掃除機で吸っとおきますんであの置いてってくださいせっかく出会ったきっかけであの記念ですから置いてってくださいぜひだって僕こんなこと毎日話してるでしょ喋ってて話し終わった後にもう10分で終わりますけどねありがとうございましたってわーって皆さん拍手してくれるんですよ一応はほいで僕誰よりも早くねこのキュリアの出口のところのね植え込みの中とかに隠れてるんですよこうやって座って。 いや今日はしませんよ、もうバラしますから今日はしませんけどふだんねしょっちゅう隠れてるんですよ隠れてるとどんな言葉が皆さんの口から聞こえてくるか会場を出て散歩歩いたところがね人生の分かれ道ですわ。 ね、どんな話聞くと思います「ちょっとやっぱりさ関西弁ってテンポええよな」とかね大体そんなん言うんです「あの人しゃべるんうまいわ」ようて「もうそこらの芸人顔負けやであれ」とか言いながらねもう1時間半「あっちゅう間やった」とか言いながら出てくるんですけど出てきてくれて散歩,歩歩いたところで横にいる友達にね「でもさ」ってみんない言うんです「でもさあの人特別やからあんなんか知らんけどうちらはさ一般人やんなあんなん言われてもなあ」言うてもできない理由そこで言いますよ。 ね、よう聞く第2位はね私が聞くより息子に聞かしたかったわ息子にって言いながら出てくるんです自分変わる気持ちがかけらもないんですよ息子にどんどん言うになって思ってから老後の面倒を見てもらおうと思ってるんですよだから息子に息子にって言うんですよあんたが先変わらんやって親が先変わらなに子供変わらんってねでさ一番多いのがね私さ20年前に聞きたかったわこの話って 年齢のせいにするっていうこの3パターンのできない理由が大半です、ね、もうこんだけ言われてしまったらもう言えないですよね20年前なら動いたわでも年やから違いますよ年取ってしまってるその人が変わろうとするから家族は感動するんですよその年齢の人でも頑張って変わろうとしてるから周りのみんなは気づいて「あの人すごいよ」って。 ね、なんか自分を変えていこうとしてるって、あの人見習わないかんよねっつって、一番のキーパーソンになる人が、実は一番の高齢の方なんです。本当にその通りなんですよね。そうやってできない理由を言いながら帰ってしまうという癖がついてるんです。でも、それも自分はそんなもんだという殻を作ってるからですよね。なんで第五講義はね、この殻を破るという恥をかくみたいなことをしてもらいたいんです。で、自己紹介なんかもそうですよ、僕。 しょうもない勉強会やりたくないんで私はこんな仕事をしてる何々ですみたいなねなんかうわっつらなことを言うようなあの自己紹介ありますけど僕はこの心の中に隠してる闇を言ってくれってみんなにいつも頼むんですね、自分今まで人には言ったことないでも私過去にこんな辛い経験したことあるこんな嫌な思いしたことがあるっていうそういう闇の部分言ってみてください僕ね自己紹介で人の心に飛び込むのが上手な人はほとんどこれです 自分分のの闇の部分をさらけ出すすんですよさらけ出されてる人はねこいつここまで腹割って喋ってくれるんだったらこいつに俺上っ面な付き合いしてたら失礼やなって思うようになるんですよ。じゃあ俺も言うわってなり始めるとこの2人の間に人間関係できるんですよ。でも世の中の勉強会は大半ね上っ面なことしか言ってませんよ。だから勉強会終わった後のつながりが全然ないんですよ。みんんな終わっっててて消えていくんですよねだけど腹割って ね、涙ボロボロ流しながらでも私にはこんな子供がいて自殺未遂するんだとかでこうでこうでもうほっ 本当に大変ででっっっってててて言言いいいながら何でも言ってもら何ももだけどそのいるみんなでねなんか応援しようじゃないかなんかその人のために力になっていってやろうじゃないかって、ね、だって僕らは、ね、世の中が本当に便利になりすぎて洗濯機も、ね、トイレも全自動お風呂も全自動食器洗いも機械が洗って今時掃除も機械がしますよこんなルンバとか出てきてね,なんかねもうだってこの間もね 女の子かまれ麗好きな子になってほしくてですねとかって言うからじゃあルンバって名前どうやって言うたらねもうふざけるないと怒られたんですけどねですけどあの本当世の中便利になりすぎたから今の子供さんたちは本当ね親との関わりが薄いんですよ本当にこれね便利になりすぎたね大きな大きな代償ですよ。 僕思いますわ本当じいちゃんばあちゃんおってねでさやけどじいちゃん明治28年生まれの人やってね明治28年6月18日生まれでしたわ90歳で死にましたけどでも70代80代の時ね働かざる者食うべからずって言ってですよもう学校から帰ってきて姿見つかるとあのうんこの買い出しとかさせられよったんですよ。 いやでしょ小学生がその家族みんながしたうんちやおしっこボットンベンジョたまってて買い出ししたことある人いますこんなんでこんな大きな桶、OK、けめてねで兄貴とこの棒を通して前を担ぐか後ろを担ぐか本気のじゃんけんですよ。ちゃぽん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 なって一滴飛んだら超癖ですよねでも月に一回は誰かがやらに行けんかったんですよでもそれを僕小学校の時なんかにやるとねおじいちゃんなんかめっちゃ頭なでて褒めてくれましたよ。 ね、一番嫌なことをようやってくれたのってで僕の一つ仕事は五右衛門風呂を炊くことだからねもうしょっちゅう巻き割りしてましたしょっちゅう薪割りして学校の帰りに杉,杉の枯れ葉開いながら学校から帰ってきてもう風呂炊きは俺の仕事でしたね便所の会社してないかだから風呂もね沸くのに暇かかるねだから シャワーもなかかったからだからね先に入るもんは後に入るかね家族のためにう汚さんようになるべく2杯ぐらいの洗面器で頭も体も全部洗ってなるべく湯を汚さないことを常識でしたそんな当たり前でしただってみんな入らなあかんもん後から俺さえよければそれでいいみたいにしてたら湯なんかあっちゅうまいなくなってくるほたらまた水出さなあかんほたらまた巻きくべに行かなあかんってこれが普通だったんです昔は。 だから家族を思いやるなんて教えられんくってもう思いやる生活があったんですよ。でも今どうですボタン一つですよ。プルリンプルリンプルリンってねお湯が沸きましたお湯が沸きましたって温度下がってきたら追い炊きをしますってすごいなお前みたいな話でしょ。もうシャワーじゃん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 流してどうせガス代電気代親父が払うんやって関係あるかんなもんって思ってたらね親思いやる心なんか育ちませんって。ねでもその便利な環境を作った僕らですよね大人ですよね。 だから今以上に聞いてあげてほしいんですよだから今以上に手差し伸べてやってほしいんですよだから今まで以上に応援してやってほしいんですよ子供ら悲鳴あげてるから。なんで ねえそういう人間力っていうものをこうなんか高めていってくれる人たちが増えてあの、ね、僕先々週も北九州の安川電機って知らないですか日本のロボット産業の第一線行ってる会社ですわいっぺん北九州行ったらあの見学ますはもうすごい速さと正確性でシャ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 もう僕ね感動しました。 ルービックキューブ僕ガキの頃用意あった知ってますかルービックキューブって昔流行りましたよ、ね、あの6面色合わせるやつあれあのロボットはね <laughs> たった18回回しただけで全部揃えましたよもう勝てませんロボットとモグラたたきゲームやってきましたよもう,もう全く勝てませんね全く勝てないもう必死になってやりましたけどね全く勝てなかったですねもう他もいろいろやりましたけどでももうねあと13年後には人間がやってる仕事の 51%半分以上はロボットがやる時代が15 13年後に来るんですもっと縮まると思いますもうねお医者さんもね歯医者さんと産婦人科ぐらいしか残らんかもしれませんよ下手な話だってもうあの最近の人工知能は人間の血液一滴でその人のねお父さんお母さんがどんな病気を持ってたかもおじいちゃんおばあちゃんたちがどんな病気を持ってたか僕がどんな病気にかかりやすいかどんな食生活をしてるかっていうデータも全部出ますよ そしてそんなあなたはこういう食事をした方がいいとかねもし漢方薬を飲むんだったらこういう系統の漢方薬を今のうちから入れておけば肝硬変という病気にあなた22年後になる可能性があるそこまで全部出てくる一滴の血液でもう医者いりませんわ薬剤師もいらなくなってきます本当にもうねマレーシアじゃ2年か3年後にはタクシーも無人化になるんですよ。 客が座る iPad に行き先を入れる一番最短で一番安全な道を使って自動運転で事故を100%起こさずにたどり着くその代わりタクシー代は120円みたいなねどん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 お金のいらない世の中になっていくと同時にどん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 人間の役割が減っていくと言われてるんですよね。ででもロボットに真似のできない 唯一の魅力はゼロベースからやってみようとする心だったりやり始めたものを諦めないっていう気持ちだったり、ね、人に喜んでもらいたいっていうことだったりでそういうこの映像で映すことのできないだって大事なものは全部見えないじゃないですか優しいって見えますか頑張ってるって見えますかね一生懸命って絵に描けますか描けないでしょ優しいも悲しいも。 つらいもん大事なもんは全部ね目には見えないですよでそういうものがロボットにはできない人間に与えられた僕は添付の才じゃないかなと思うんでなんかねそういうものを本当にこうね磨きていく大人たちがそしてそんなみんなが僕はお金持ちになってほしい正直みんな事業を拡大してみんなどんどん仕事してでねいっぱい稼いでほしいそしてそのお金の稼いだ出口を少しでいいから 世の中のの中困っっっててていいる人人ために使っていく人に使くなってほしいそうすると、螺旋階段上に人生が良くなりますから、僕、人間観察ずっとしてきてて、もう本当思います、瞬間で金持ちになった人はいっぱいいますけどね、瞬間で金持ちになった人はその直後に必ず落ちてますよ、着飾って、ええー、車乗って、姉さんはべらして、し始めるんです、みんな、増長するからですよ。だからら瞬間良くくなったら絶対落ちてく だから螺旋階段上上から見てると同じとこ回ってるように見えるけどたまに横から見るんですよ。僕の人生上向きに上がってんのか下口に知らんうちに知らんうちに落ちてってんのかっていうのを横から見る癖つけた方がいいですよね。そそそしして、て、てより役にに立つ人間になってそしてその、 子たたちちお孫さんたちがねこの人の血をもらってるんだということを誇りに思うようなでそういうなんか、ね、生き方を生きていく人たちのこう気づきの一環になってほしいというのもあるんでこんな講演もしてますしそこからまたさらに2本も3本も突っ込んだでそういうものを紐解きながらみんなで仲間になってね,ね大人になって、ね、なかなか仲間って言えるような友達できないじゃないですか。 ねえだけど紬大学はほんとみんな仲間って言いますそして東京港にいてもふっと札幌港に夏遊びに行ってみてください札幌で動いてるつむぎ大学に一瞬で札幌に50人の友達で行きますから「え東京港の第3期生そうなんてぜひぜひ」っつって「ホテルやめてうちとこ泊まり」なんか言われますよ「もうルルブに乗ってないとこ連れてくから」って「鹿児島港行ってみてください」「知覧とか桜島とか連れて行かれますよ」 もうね日本中に友達ワンサーができてそれ利用してもらってもいいです。ねどんどん仕事してみてくださいどんどん可能性広げてください同じ僕好きばっかりが集まってますからもう5分以内に超仲良しになれます本当に本当に。でそれこそね今札幌校ってポロッと言ったけど札幌校は今期第3期がこの間スタートしたんですけど。 い第,1期第2期の時にね第1期に出てたあるお父さんが自分のところの娘がちょっと不登校気味で,で、ね、人間不信というかねあの対人恐怖症だったんですよ。 だから街にも出て行かれへんしバス乗るのも怖いしみたいなそういう子のこと心配で,で医者連れてったら薬飲まされるってだから紬大学の優しいみんなの大人たちとちょっとずつ関わらしたいって言ってね初めて連れてきた時その子ねみんなの前で「こんにちは」も酔いわんかったんですもうね体がーって震えてポロポロ泣いて泣いてねでお父さんに怒ったんですよ「なんでこんなとこ連れてくるの」って言って言いながら泣いて怒ってたのに。 紬の第6講義終わる頃みんなの前でカラオケ歌いまくって踊り倒してきてねそしてその踊り倒してカラオケ歌った後に次回の第3期は私が主催者をやりますって高校生が言い始めたんです。今その子高校2年生なんですけど 私今まで学習塾に行って2つ行ってるってその一つ一つの月謝が月1万円かかるってね月々2万円の学費払っててね半年経った時ね2万円ずつ6に12万円払って学習塾通ったって私の偏差値がどれだけが上がるだろうでも上がった偏差値の幅とね私の幸せとはね多分直結してないってでも私今回ねこんな大人の品評会みたいな輪の中に入って って大人って、こんなに楽しく仕事してるんだ。この人たちは札幌の中でもね。 ありえんぐらい前向きで明るくってより良い人生生きたいと思ってるそういう思考を持ってる大人たちの輪の中にいられて私ねこんなに楽しそうな大人たちに囲まれてもうね就職できなくても誰かの会社で雇ってもらえるかなぐらいの感覚で今いるってでも自分がね塾行って学ぶことより人間力の大切さを今回いやほど学んだんで来期は第3期今期ですね私主催者になって高校生枠を作るって。 そしたら中学生も小学校6年生も今回、今期の札幌校第3期ね小中高校生だけで16人いるんですよ、16人、この間開校式やりましたけどでも、その時もね、もう超笑いましたね、また無理やり連れてこられてる女の子を酔っ,ってですね、この子、口悪くて。 もうあのクソ親父が私をこんなところへ連れてきたとか言ってねみんなの前で私はもう今にでもこの会場から家へ帰りたいとか言ってねボロクソ言ってたくせに第1講義終わる頃ね結構ここ楽しいなとかなんか言い始めてで僕はその子にね核弾頭っていうあだ名をつけたんですよ。 お前すごいよってこんだけの大勢の大人を目の前にあんだけ心の中のことズバズバとあんな下品な言葉を連発して言える君の勇気がとにかくすごいって今遠慮してて自分の心の中に思ってることも用意ワンコの方が圧倒的多いのに「お前すごいよ」っつってその子に「であえて君に核弾頭というあだ名をつけよう」っつってねであだ名つけてあげたら「マジでじゃあ核弾頭を作ったあいつはジョンウンや」とか何か言い出してね。 親父の名名前前はキム・ジョーンっていう名前になったんですけどね。でもこの16人の子供たちと一緒になって大人たちも一緒になってねみんなでもっと聞こうもっと言葉に注意しようもっと人を輝かす人になろうってそしてこれが仲間になっていくんですそしていろんな地域へ遊びに行くんですみんな岡山に行ってみよう鹿児島行ってみよう北九州行ってみよう、ね、北陸に行ってみよう行ったらみんな歓迎してくれますよ そしたら一瞬でこの日本という国が狭く感じますわそして一瞬で日本中に可能性の火種がバッてできるんですもしご興味ある方お仲間に来てくださいあのものすごく楽しく過ごせれると思います、ね、なんかそれの宣伝のための講演会みたいになってしまいましたけどでも僕自分でもね自分の過去を自分で分析してみたらそれしかないんですよいかに出会った人から聞くか そしていかに出会った人が中村君面白いって言われるねあんたにまた会いたいって言われる言葉は何だったかってそしていかにお客さんを光らせたかってでいかに自分が無理だと思ってる枠をどんどんぶっ壊してですねやれるさやれるさって言いながらチャレンジしてきたからそのチャレンジしてきた僕の生き様を息子たちが見てきっとできるよっつって息子たちがそれを真似して空破って生きていってるんです。 どうせ無理って言いなながら一歩も踏み出せなかっっったたもいいないですよせっかく生まれてきたんですからね。なんで僕はあの本当にそういうことを日本中にあのばらまいてそして東京オリンピックまでは少なくとも,も病気になっても続けようと思ってるんです。で世界中から訪れる観光客の人たちに日本の最大の遺産はね人間力だって、ね、世界一親切で世界一優しくて世界一いろんな ね、ありがとうを増やすようなことを気づかさせてくれたあの一番東の端っこのかさぶたみたいな日本のあの生き方を世界が真似すれば戦争はなくなるっていうことを何千万人という観光客にややででつぶいいてほしいんですそしてもう武器の数を増やすよりありがとうの数を増やす世の中にみんなでしていこうぜ日本を、まま、見習おうぜっていう、ね、便利すぎる世の中だからこそ僕ね 目立つんじゃないかなと思うんでですね。なんかそういうことを広げたいなという思いが本当正直な僕の思いなんであの？ 時間とお金に余裕があったらぜひ遊びに来てしいなと思いますそしてまあ最後ちょっと外で CD 売ってるのだけあの説明して,しておきたいんですけど、まあ、一応 1, 1枚1,000円で売ってまして本当は2,700円だったんですけどねある時高校生がね「高校生価格ってないんか?」とかって言ってきて僕勢いで「今日だけ1,000円でいいよ」って言ってしまったら大人も1,000円大人も1,000円ってなってしまったらやたら売れてですねだそたらの日の晩にフェイスブックに上げられてしまったら翌日からお金戻せ ななくなってしまきま昨日のギフが1000円でなんで今日の金沢2700円なので、フェイスブックで見ましたよと言われてです、ね、あれから2700円に戻らなくなってしまった。<laughs> CD なんですけどまあ一つ、まあ、2枚組になってて2時間丸々喋ってるんですで8本セットになっててなんか顧客満足とか子育てのことなんかちっちゃな子供育てるバージョンの話ですこれはねそれとか顧客満足のもっと具体例とかもっと日本人の歴史上の誇りを持ってほしいから台湾で学んだあの親日の台湾の人たちから気付かさせられた日本の大事な大事な魂みたいなことについて喋ってる CD とか引きこもりの子たちを4人 出すためのそのプロジェクトの 深い話みたいなとかまあいろいろあるんで八本あるんでまああの大人買い八本セットっていうのも大歓迎でございますでも八本大人買いしてしまうと車の中とかで僕のトークと16時間付き合ってもらわなきゃんことになるんでですねあのー、このしゃべり口調がもし楽しいようならねなんかプレゼント用とかでもいろいろ使ってもらったりいろいろしてくれるんですけどまあ売り上げの一部は変わらず熊本の支援に僕使っていこう今も仲間がずっと入っているんでですねあの資金そこついてくると復興止ま ってまうんでですねなんかあの。 あと福島にもお金を送りたいししてるんでよかったらあの今更義援金ってなかなかもうね時間も経ってしまったんであの CD 買うてもらう一部をそっちへ回したりもしてるんでよかったらまたあの興味ある方はねお手に取ってもらったらありがたいなと思っております長い時間、えー、ご清聴いただいてありがとうございましたなんか宣伝めいた話ばっかりになったんですけどでも僕の加工費も解けばまさにそういうことだったと思うんでなんかそれの一部が伝わってくれたら嬉しいと思います長い時間ご清聴いただいてありがとうございました じゃあ今一度中丸文也さんに大きな拍手をお願いします。はい <laughs> ありがとうございます。いかがだったでしょうか。えー、まあ五円積み大学東京のちょっと宣伝もね多かったんですけども、あのー、今日の、えー、運営にあたって。 15人ぐらい、15人から20人ぐらい、五円紬大学の卒業生の1期、2期の方が、えー、来てくれてます。えーまあ、ちょっと僕の方から、ちょっと手伝ってってお願いしたら、皆さんこう、こいいよ、行くよ、手伝うよっ,つってって、えー、飛んできてくれます。なんかあのそういう仲間がですね、できるんで、ぜひ今日ちょっと面白そうだなって思ったら、あのー、全然もう年齢の幅は関係ないです。で今申し込みがある中で えー、小学生のお子さんを入れるというお母さんがいたりとかあのお母さんもいらっしゃるんですけどあと中学生のお子さんが来るとかそういうお子さんも来ますで、えー、多分参加してる大人がですねあの子どもたちの前でやっぱりいい格好をしないといけないなって思って多分張り切ると思うんであの非常に面白い場所になると思いますで何より、ね、あの参加して卒業してからが始まりですあの半年終わった後にずっとやっぱりつながっていくただまあ 全員が全員じゃないとは思うんですけども、その中でもやっぱり出て良かったなっていう出会いがきっとあると思うんで、えー、ぜひなんかこう仲間になりに来てほしいなと思ってます。えー、ご円積大学のチラシのこの QR コードか、えー、まあ、成田までメールくださるか。 あとまあ今日もうお申し込みして帰っちゃおうっていうお申し込み用紙もあるんで、えー、あと残りの枠もちょっとねそんなに多くないんでぜひちょっとお申し込みして帰っていただけると嬉しいです。で最後に講演会後に、えー、中村文明さんのサイン会がありますので <laughs> あの今日は9時半完全撤収なんでまだ時間ありますんで。 参院、えー、会あのご希望の方はあ,のあそこの受付のところにいらしてくださいあともし懇親会あの行きたいよっていう方がいたらあのこの会場全員はちょっと無理なんですけども、えーまあ、数名、えー、数名10名ぐらいまでは多分いけると思いますんで、えー、お申し付けくださいということで今日は、えー、お越しいただいてありがとうございました